高松城水攻め取り入れ口、ちょっと走ります、申し訳ない。多いな、こんな感じか。すごいなこれ。よし、追伸門、追伸門、あ、普通の神社ですね。はい、今ですね、足森の方に今日来てます。足森神社、足森神社じゃなくて足森川のすぐそばにある神社に来たんですけど、まあ、今日ここに寄るつもりじゃなかったんですけど、この近くにね、駅があるんです。足森ですね。はい、ちょっと登っていきましょう。ちょっと遊歩道みたいですね、この辺りが。で、この目の前にあるのが、足森川です。ちょっとこれからね、歩いて足森駅向かいます。この近くに足森駅っていうのがあります。ちょっとあましね、僕らもそういう歴史の感じはもう詳しくないんですけど、まあ、豊臣秀吉とかにかなり関係のあるあった、エリアで、町がね結構賑やかだったっていうことですね。今も昔の建物とか、まだ残ってたりする中で、まあ、観光スポットになってるというわけなんですけど、ちょっとね、その今回は足森の駅に行ってみましょう。 JR 吉備線の駅になります。高松城水攻め取り入れ口、お、ちょっと急いいな、これちょうどね、列車がね来てるんですよね。で、一応ね、ちょっと走りながらで申し訳ないですけど、足森のね、備中、高松城の水をこっからね、流してたみたいです。ちょっと、走ります。申し訳ない。なんかお店があります。電車、ね、汽車が止まってます。
いわけで来ましたね。ちょっとたこ焼き屋さんですか、ありますね。結構なんか昔の雰囲気がね残る感じですけど、こちらがね足森川です。はい、足森駅到着しました。足森散策書いてます。で、関ヶ原の6年ということです。あ、なるほど、そうですよね。ネネの、普通の兄や実兄にあたる木下家貞が、姫路城から寄付されて2万5千石の足森藩を治めたことになりますっていう、はい、なんかいろいろ書いてますね。歩いて行ける距離ということです。はい、まあ、当然ね無人駅なんで、切符はこんな感じで、まあ、ここも入場券とかないですね。すごいシンプルな、作りになってますけど、結構やっぱ長いですねホームが。まあ、なんかイベントでなんか蒸気機関車とかね通ってたりして、もしかしたらその歴史巡りみたいなんでね、ここ泊まったりする関係で、長かったりとか、まあ蒸気機関車じゃなくても県外からのねなんか特別列車が、ここに泊まって足盛りに行ったりとかいう感じの話というかストーリーはあるかもしれないですね。結構長いですもんね。でちょっとやっぱり足盛りの雰囲気を出すのかわからないですけど、ちょっとねこういう壁というか雰囲気が出てますね。こっちにもなんか標識があります。ですよね、まあ、ゆかりの地ということですね。ネネの、まあ、そこの実話にも、ここを治めたっていうことですね。まあ、いろんなね文化が、詰まっているこの足盛っていうことで、まあこの他にね結構メロンが足盛りメロンっていうのがね有名って聞いてます。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。まあ特にねここがすごいっていうわけじゃないんですけど、まあこういうとこがあって、まあ足盛りのね町の玄関口になってる、この足盛りです。で、列車の本数もね1時間に1本がねあるような感じなんで、まあ、ピークタイムはね2本とか3本とかあるんですけど、まあちょっとね興味ある方ぜひね行ってみてください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。